シュールな。この日の水温が、ちょっとモザイク、モザイク逆に。やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。忘れた。さあ、滝行だった。滝行の配信がちょっとラグまみれだったから、乳首にモザイクかけて、用意しときましたよって言ってもらったから、それを見るわ。なんか乳首にモザイクがかかってるらしい。いるか本当に。やば。乳首見えねえよ。丁寧な仕事だよ、本当に。お願いします。そうだよね。そうだよね。いや、モザイクをかけた方がなんじゃないかなとは思うけどね。大丈夫ですか？別に、めっちゃ人いたのよ。なんか、この日は、そもそも、5年に1回、滝に氷が張った日。だから、カメラマンとかがめちゃめちゃいた。めっちゃ寒かったこの日は。もうね、この時下に道着を着て、まあ、ジャンバー1枚、この時点で寒いのよ。私は初めて滝をやった時にはですね、関わる人を幸せに。ちょっとスピってたこの人。この人の話聞いてて。この人はキツネに疲れてたんだよね。じゃあまず1枚目。キツネに疲れてたんだけど、滝行したらそのキツネがどっか行ったっていう話をしてる。そうだよね。キツネに疲れるよね。これ神々しくない？神々しい。すごい。五光が差すとはこのことだろう。この動画シュールじゃない？こんな五光ある。これは雪が降ってるんじゃなくて、木の上に積もってる雪が落ちてきてる。この人がすごいんだよ。この人がマジですごいの。俺たちが滝行をずっとしてる間、まあ滝行俺以外に、7泊組いたんだけど、その間ずっと水の中入ってんだよ。ちょ、見てて。ずーっと。この日の水温がマイナス1度。そうだよ、気温が1度、水温がマイナス1度。なんでこんなことするの？いや、経験としてだよ、やっぱり。ある程度人がいる中で安全が確保されてる滝行っていうのは経験しておくべきでしょ。俺はこれは経験してよかったと思ってるよ。いやでもね、低体温症まであともうちょっとぐらいだったね。危なかったマジで。見てればわかるけど、もうね、入った後ね、脳みそに手を開けっていう信号来るじゃん。2秒ぐらいラグあんの。手を開け、イエーイみたいな、イエーイみたいな。え、こんなラグあると思って。
そうだよ。契約書みたいなの書くの？契約書みたいないかな。拍手を。よくわかったね。その通り、冷たいっていう感覚ないです。痛い。仙人の存在感すごいな。カメラに映るたびに目線がそっち行くな。お酒と塩を体に塗ってくるのよ。はい、ではですね、普段から出された痛みっていうよね。これくらいの歌全部持ってくれる。リスナーとかしたの？こらんこらん、山奥よ、めっちゃ。恥ずかしさはいらないので、捨てていただいて、声をしっかりと。で、動きもですね、クリーム皿洗いの全身版でしょ。みんな綺麗な新商品。これの値段知りたいですか？滝に打たれます。冷たい水の中に入ります。痛みを生じます。その後すごい寒さに襲われて、もう命の危険を感じます。その値段なんと15,000円。えいほっと掛け声ですね。掛け声で最初ゆっくりから飛び出しまして、だんだんスピード上げていきます。最終的にこのぐらいです。えいほっえいほっえいほっ15,000円です。その苦行がえいほっえいとこなっていきますので、よろしくお願いします。はい、もう買ってんじゃないこの滝を。で皆さん揃えて一緒にやっていきます。じゃあ行きましょう。せーの、はい、ほっ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 、わかんない。これは何なのかがわからない。ほっ、はい、ほっ、はい、ほっ、はい、これ何だっけ、なんでやらされたんだっけ。まあ、気合い入れてるんだよね。とりあえずマインドをこっちに持ってきてる。でもある程度ここで多分運動してから入らないと、多分水の中入って本当に低体温症になっちゃうと思うから、心拍数上げないとね。体温下がったら腕立てするといいとか言うもんな。てかもうこの時点で寒いんだよ本当に。道着だけってのが。黒帯マウント取られてる。俺今帯つけてないけど、みんな白だったからね。いや、いらんかどうかは別に、そう、宗教的なもんだからね、これは。何を信仰するかよ。よろしくお願いします。もう20秒じゃもんか、やばいんだよな。これは今入ってる人の声ね。これ入ってる人の声。えいえいえいって言ってるのはもう屈強な男、なんかね、もう滝行着慣れてますみたいな男が入ってた最初。えいえい、周りの人たちは写真家の人たちはね、だから氷が張ったっていうじゃん。めっちゃ珍しい日だったから、みんな写真撮りに来てんだった。車で来た方には言いましたが、春夏秋冬老若男女、下は小1から上は80歳ぐらいの方まで入ってますので、絶対皆さん入れますので、師匠、皆さん頑張って付き合いください。これはいる前に死んでも文句言いませんの制約。はい、声がないですか？大丈夫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 ですか？大
はい、わかりました。いやもう気合いに向いてます。ちょっとモザイク、モザイク逆に、はい、ありがとうございます。何これ、モザイク逆に、逆にじゃない、はい、なくていいだろ、よし、行こう、もう冷たいな本当に、もう痛くて痛くてで、痛いのが下半身が迫ってくる感じ、なんか入ってくるっていうより迫ってくる。あのね、マイナス1度っていうのがどれぐらいかっていうと、君たち温泉とか行くじゃん、温泉とかに行く水風呂が19度とか20度、冷たいを歌ってるところでも17度とかね、これどんぐらい浴びてたんだろう。苦しくなってくんのこれ、あいあいって言ってんじゃん、こんな長いんだ、もっと後ろとか言われて、もっと後ろとか言われて、厳しいだろ、長これね、これね、すごい新しい感覚と痛いと冷たいっていう、その人が感じれる極限の感性を浴びてるから、俺は滝の中にいる時間は30秒ぐらいかと思ってた。動画見て思ったけどめっちゃ長いね。すごい、これはすごい、うわぁ、全身しびれて、もう一回やる、もう一回行こう。俺の分、あぁ、地獄だろマジで。これでもう一回、この日に2回目やったの俺だけだからね、他に7泊組いて2回目行ったの俺だけやぞ。そこ飛ばすなよ、飛ばすなバカが、編集これ、そこの家庭が苦しいんだぞ、お前入ったとこまでバッと飛ばすな、カットすんな、きちくすぎんだろ、飽きるな、滝の中に入っていく俺の様に飽きるんじゃない、あとモザイク、モザイク、はいはい、ありがとうございます、はいはい、滝に向かってありがとうございました、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 もうはいですよ、もうアドレナリンがすごい出てるの、ゆっくり戻って、いやお父さん気持ちいいよ、どこから来たの、東京から来ました、あ東京から、もうね、なんだろう、お父さん最高だった、あいあいって言うじゃん、あいあいあいって言うじゃん、
その今の普通の生きてる時のアイアイアイっていうその息を吐く量と、もうこれぐらい水の冷たい水の中に入った時の肺の小ささっていうのがなんかミスマッチしてて、すごい苦しくなってくるのね。竹の中に入ってる時に肺が小さくなってるから吐ける息の量も少なくて、今回はね俺が無理を言って、マジでいい経験だった。これは吐き気はちょっとさすがにあれだったな、回線が不安定だったけど、でも俺来れてよかった。マジで吐き気は吐いたんだけど、本当にやばいやばい。あ、でもマジハイだった。これ夕日の滝かな。ウルミスさんのこれマジでこの時まだ覚えてるわ。もう人生で浴びたシャワーの中で一番気持ちよかった。こっからはウルミスさんにいただいた案件ですね。はい、内容としてはもう滝行に入ったギシギシの髪をウルリスを使ってトゥルントゥルにしましょうという暗記をしたんだけど、乳首ギシギシになった髪をね、ウルリスさんのシャンプーでプルプルのツヤツヤにしていきたいと思います。今回ウルリスさんではシャンプーをたくさんいただきました。あれだね、カセナさんもシャカさんもやってたね。いや、みんな配信でウルリスの配信やるときにパソコンの前でここでさ、ウルリスですよってやるのもいいんだけど、なんか別の方向でやりたいなと思って、もともとやりたかった滝行に強引に結びつけた。これが愛用してるのはこれだね、青。まだ使ってる、今も使ってる。これ俺がこの案件をやりますよっていうツイートをしてから、リプとかにこれ使ってるとか引用リツイートとかで、私はこれ使ってるよみたいなツイートが結構あったんだけど、青も結構多かった。せっかくやし、シャンプーてか俺痩せたね、こう見ると。シャカさんおすすめの黄色からいきたいと思います。これ洗ってる時の香りがめっちゃいいのとね、泡のキメが細かいから洗ってて気持ちいいんだよね。泡がモコモコしてる。最後俺が愛用してるのは最後にして、次このピンクいってみよう。泡もちもちの香りが、これなんだ。シャボンローゼ。いやでもマジで気持ちよかったな、本当に気持ちよかったな。香りはでも俺ピンクの方が好きだね、黄色より。香りめっちゃいいな。てか泡だけマジですごいな、ルルシェン。マジでいい案件配信だった。俺としての経験値が1個上がった。普段から使ってるシャンプーです、ルルシェン。髪の毛乾燥しやすいんだって、ダメージ受けて。まあそこまでなりやすいから、こういう時はこの青が一番いいと思う。髪の毛のツヤって見た目の髪の毛な、俺結構ギシギシだからな。ウルリスみたいなシャンプーじゃないと俺多分もう本当にパッサパサで毛先とか割れちゃうと思う。男ってそういうやつ多いだろう。まあでも色によって違う。俺はもうピンクが確か香りで、やっぱり黄色がダメージケア、特に男子君。青が潤いみたいな感じだったな。これはいいと思う。ジャストトリートメントして、トリートメントもオイルをもらったんだよ。ほらトリートメントでこれヘアオイル。ヘアオイルってあんま馴染みない、ね、パーマかけるとね、マジでパサつくよな。簡単だからつけた方がいいよ。トリートメントも3種類もらってるけど、トリートメントを家で使ってるの青かな。俺は青はですね、サンミジャパン推し。まあ普段はそんな3回とかしないからね。どっちもね買っといてね。これを男は特にな、手に取った後、あと楽なんだよ、髪全体になじませる。で風呂上がった後は束に結構なっちゃってるから、こうやってながらに取っていくだけじゃなくて結構ガシガシやっちゃっていい。ヘアオイルめっちゃおすすめよ。ヘアオイルデビューしてみよう。これで髪質が圧倒的に変わるから。はい、これいつものスタミナジャパンですね。ヘアオイルってなんか髪の毛の形も整うから、
俺の髪のセットってどうやるんですかとか聞いてくる人いるけど、もうヘアオイルだけのことが多い。使ってみてください。 Amazon 薬局にも売ってます。僕のおすすめは何度言いますが、青セット、もう全てにおいて青色、買ってみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。